で、これ、期間限定なんですよね。これは12月8日に出たんですよね。これもそうでしたよね、確か。同時に出て、メーカーも一緒なんだ。カクテルパートナーはね、あんまり飲んでないんですけど、なんで飲まないかっていうと、あんまり置いてないんですよね。行くところに。それとですね、なんか、あってもですね、なんかね、安売りのリストみたいに載ってないのかなんか知らないけど、安くなんないあんまりね。だから、外れてますね。俺の中ではないことになってる。飲んでみます。どうでしょうね。あ、香りは高いですね。もうね、みかんの香りって感じですね。わあ、色は、まあ、黄色いね。これね、果汁って書いてあるじゃこれちょっとダメだな。ゆずみかんって書いてあるけど、今見たらさ、グレープフルーツ入ってますよ。グレープフルーツ入れちゃダメでしょ、これ。これ、上に書いてるやつが、たくさん入ってるんでしたっけ？違ったっけ？そばとかってそうですよね。小麦粉そばって書いてあったら、ダメで、そば小麦粉って書いてあったら本当のそばなんですよね。そのパターンでいけば、これ入ってるのが少ないんだろうな、下に行くほど。柚子一番少ねえもん。温州みかんが一番で、二番がグレープフルーツ。で、三番目が柚子ね。じゃあ飲んでみますね。はい、いただきます。あの香りとね、味が違う、これ。まあさすがだよな。そうだよな。ゆずみかんって書いてあるんだもん。これ香りはね、みかんだったんですよ。けど実際飲んでみると、柚子の方が強いですね。味は。味と香りが一緒ではないってことですね。グレープフルーツも入ってるみたいですけど、あんまり感じないです。んまり情報言ってなかったですけどね。アルコール分7%。アルコールが上がってますよね、最近ね。二極化してんのかなと思うんですよね。少ないやつと高いやつも。もうね、だから6%とかだとインパクトがあんまりないんだよな。あれなんだろうな。ウォッカを入れてるからなんだろうね。俺、自分で作るとさ、大五郎とかああいう香類でやつ。もっと言えば、香類よりあっちの方が多いんだよ。芋の方が多いから。もう関係ないんだよね。だから上手に作れないの。こういうのを飲むとやっぱりうまいなと思うね。自分で作るのより。いくらね、果汁が上がっても、俺の方が果汁が高いのは間違いないんですよ。間違いないんですよ。100%の果汁とか入れてるから。でもね、なんか違うんだよね。やっぱり配合だろうね。まあ配合っていうのはいろんなあれなんですけどね。酸味料とか。香料も含めてですけどね。素材の味を楽しむっていうのもあるけども、そうするとね、淡白になっちゃうんだよな。深みが出ないっていうか、良くないことなんだけど、天然で深み出せばいいんだけどね、なかなか味に慣れてると難しいよね。食べないでね、終わっちゃうこと多いんですよ。食べてます。うまい。カクテル系はね、こういうのはね、見逃すことが多いんですよ、俺。理由はですね、あんまり興味がない。興味がないところ行かないじゃん。これは端の方に大体あるんですけど、ビール発泡酒のところに行くから大体ね、ビール発泡酒が左側によくあって、一番右がね、ああ、そうだな、大体そうだね、どこも。俺が行くとこは大体右側がね、そういうやつですね。焼酎とかカクテルとかですね。左側が、
ビールとかそういうので、真ん中が第三とか発泡酒なんですね。なんかあんのかな、そういう選びやすいとかさ、パッと選んでパッと買えるみたいな、あれかね、ビール。でも見てると人のね、買うの見るじゃない。そうするとさ、だいたいもうすぐ、いつも飲んでんだろうね、すぐカゴに入れてすぐパッと買える人多いね。俺なんか迷っちゃうんだけど、うん。SD カードの容量がね、なくなってしまってね、パソコンに移してから、やってます。戻ってまいりました。それでですね、結論なんですけど、結論言うとこで切れたんだよ。だからもう一回言わなきゃね。なんて言ったか忘れちゃったな。もう一回飲んでみます。そうだそうだ、うん、これね、飲まなくていいですね。飲む必要ないと思いますね。うん。ファンタオレンジとか、オランジーナ、あれ系のチープさがあるんで、無理して飲まなくてもいいと思う。期間限定にね、釣られてね、買う必要は全くないですね。うん、申し訳ないですね。これ、買うんだったらドライプレミアム、こっち買った方がいいと思う。うん。そんなにね、押すようなもんじゃないよな。だからこういう部門がさ、会社内にあるから、どうしても出さなきゃいけないみたいな会社事情もあるんでしょ？この時期にね、クリスマスとかさ、忘年会とか、新年会とか、お正月とかいろいろありますけども、そういうのを見越した感じなのかなと思いますね。まあ、ぶっちゃけるとはバカ舌用なのかなと。だからね、あんまり味とかどうでもいいと思うよ、これ。俺はね、だから動画とかやるじゃん。期間限定っていうのに釣られたんですね。そんな感じですね。まあ、無理して飲む必要はないです。はい、ありがとうございました。